はい、ソアラート76を続きやっていきたいと思います。本日3月15日ですね。よろしくお願いします。ユーティリティ確認していきましょう。無料分がライチボックス、これじゃあ始めていきましょう。よろしくお願いします。はい、旅行中の商人が自宅に来ておりますけど、まあ出入り確認していきましょう。はい、肉のメインの料理を作る5、 NPC ベンダーにウルフリブを売る1、イベントを完了するシェルターに床または壁の装飾を作る5、ハニービーストを倒す、木材を作成する、来ましたね、未確認生物を倒す、あとこんな感じです。少しの発見したらね、腕を打っていきましょう。おい、じゃあ始めていきましょう。よろしくお願いします。はい、恐怖の家の付近のハニービーストポイントまで来ました。ツリートップにはいなかったからね。ハニービーストを倒す1達成です。パク系が発生したんで、ウルフパク系やっていきましょう。これが、ね、ウルフいっぱい狩れるんで、終わらしていきたいと思います。あと、ついでにね、レジェンダリーも倒せるからね。終わらしていきます。と思ったら、誰かが買っちゃって、終わっちゃいました。イベントを完了する。これで、まあ本日のイベント1個ね、完了ということでね、ウルフ結局狩ることもできない状態で終わっちゃいましたけど。はい。一応報酬でウルフの肉5入手できたんで、これで達成できそうですね。移動して作業を開始してください。以上です。はい。なんかエンクレイブのクエスト発生してるけど、調理やっていきたいと思います。肉の料理を作るっていうのがあったからね。はい、肉がメインの料理を作る5達成でーす。あとこのウルフリブをそのままここに売っちゃえばいいんだけど、その前にもう一個あったよな。バルク、木材のバルクを作成するってのがあるから、ついでに今作っちゃいましょう。バルク、木材、はい、木材を作成する達成です。で、すぐ横にね、ベンダーがあるから、ここでウルフリブを売っちゃいます。はい、NPC ベンダーにウルフリブを売る、達成でーす。じゃあ、続きやっていきまーす。はい、水没した操車場に来ました。ここがですね、スナリーギャスターの拠点になっておりまして、そのスナリーギャスターが一応未確認生物になるわけなんですね。はい、これで未確認生物1、達成になりまーす。はい、シェルターに床または壁の装飾を作る5達成でーす。はい、シェルターに床または壁の装飾を作る15達成です。一気に終わらせちゃいました。はい、そんな感じです。デイリーの方全て終わらしましたけど、ウィークリーの方もね、同時にね、終わらせちゃいました。あとは、オプス1回行って、スコーチの手に重傷を負わせる残り10回やれば、ウィークリーの方もね、達成になりますけど、まあ、それもおいおいデイリーの方で発生してくると思うんで、まあ、とりあえず今回パートはこんなとこで終わりたいと思います。さて、ベースでも弾きながら、終わりましょうか。はい、そんな感じでお疲れ様でした。ありがとうございました。